綾川武春綾川武春4月23日から1966年12月7日は日本の国家主義者、弁護士、政治家、衆議院議員。埼玉県、働く郡長井村麻前が島で、尾崎実綾川幸太郎、千夫妻の長男として生まれる。ヴァ学校、働こう等場学校を経て、1904年4月。 埼玉県立熊谷中学校に入学。実家の家計悪化のため、1907年3月、中学を休学して、父の職場であった岩木炭鉱、越が炭鉱で1年余り働き、熊谷中4年に復学し1910年3月に卒業した。無試験検定で合格し、1910年9月、第7高等学校増資館第1部校に入学。学費は、 特殊家からの恩恵を受けた。2年次に第一部をに転化し、1913年7月に卒業した。同年9月、東京帝国大学文科大学哲学科に入学。特殊家からの援助だけでは、学費等が賄えないため、1年のうち4から6ヶ月を岩木炭鉱、宮工業所で働くことを3年間継続した。松本又太郎の下で、 心理学を専修し、探偵部に所属した。1916年7月、東京帝国大学文科大学を卒業したが、希望に見合う就職先がなかったため、同年9月、同大法科大学法律学科に、学士入学。学費については、外交時報者の社員となり自弁することができた。英米法を中心に学びながら、立作太郎から国際政治学の教えを受けた。 1919年、広告同士会の結成に参画。1920年10月、東京帝国大学法学部を卒業した。1920年10月、大川周明の圧戦で、南満州鉄道東は経済調査局に採用され、アングロサクソン入植地における、労働問題、人種問題について、調査研究を行う。また、右翼団体なおあり者、 行地者、国本社に加わり活動を行った。これらの活動により、1922年9月、日本大学法学部講師、1923年9月、法政大学専門部講師にそれぞれ就任する、契機が与えられた。小川平吉の地遇を得て、1926年4月、満鉄を退職して、日本新聞社へ移り新聞、日本編集局長に就任。 1927年11月、日本新聞社の助成を受けて、全日本広告同士会を結成。1930年2月、愛国勤労党の幹部となる。1932年1月、第18回衆議院議員総選挙に出馬するため、日本編集局長を辞任し、埼玉県第2区から無所属、中立で立候補したが落選。 そのため日本新聞社に復帰したが、同年8月に退社し、同年11月、帝国新報社長に就任した。しかし、多忙となり、研究がままならなくなり、1933年12月に、社長を自主取締役兼編集顧問に退いた。1934年2月、岸刈高関東長官の意向を受けた、塩原時三郎の圧線で、関東庁嘱託、 翌月から、旅順工科大学職託兼講師に就任した。非主りの指示を受けた陸経営士を研究し、我が大陸経営失敗の真相を執筆。その後、1935年12月に、関東庁を辞職した。1936年2月、第19回総選挙で、埼玉県第2区から無所属、中立で出馬して当選し、 衆議院議員を一期務めた。その後、弁護士として活動しながら、民間の国家主義運動に参画した。朝鮮総督府食卓、北品開発食卓を経て、1941年4月、大政翼3会連絡部副部長に就任し、さらに大政翼3会埼玉県支部事務局長、停止食卓などを務めた。戦後、1946年に、 公職追放となり、1951年6月に解除された。1948年6月、熊谷市境町に弁護士事務所を開設し、埼玉県弁護士会副会長、同県朝廷協会副会長を務めた。また、1954年に日本革新同盟を結成するなど、右翼活動を継続した。近代日本の国家主義エリート、干末資料、 1>, 1、164から165ページ。ありがとうございます。